なんじゃこいつ。プン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 。おっそすスティールスタンド続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあチャプター3ケツ向けておりますが、波の下でどんなお話なんでしょうか。続きいってみましょう。コペンハーゲン、ここはまたいつもの感じ。お、もはやクソ女とすら思えない。どうしたどうした。あ、お、あ、いつも通りの感じ。この前の火事は特に関係なかったんかな。やっぱり私が悪いの。あらーすごい顔。なんだこの部屋、また海。ああ、なんじゃこれ。どうすんだ。何それうつ伏せ。あー、どなとんねん。ゴロゴロしてますな。あ、トランプしてるで。溶けた。ん、何の話。お、毎日何にも変わらない。ソリティア、ああ、ソリティアしてたのか。俺はあんまルール分かってないけど、パソコンに大体入ってるやつみたいな、そんなイメージしかない。もう耐えられない。うん、何かすごいことを解き明かしたのかと思った。人生の意味とか何かそんなようなことテクされてますな。ソリティアだよ、最高のソリティアだけど。はあ、ん、何があった。またタバコとテレビとスマホかな。いつも通りテレビ見てポチッと。お、ポチッと。今回は何も映らない。おやこの顔。スマホ、ん、ゲームかな。クレイジーキャットレディ、ん、あ、へへ、何タップ、これをタップすんのか。あたたたたたーん、何すんの。タップタップ、あ、こう、こういうことか。はいはいはい。あ、はっ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 。もうちょっとだけやらしてへへへ。てってってってて、ん、ん、あ、は、左のあのブスの顔は特に変わってないよね。これな、なんの何が目的でこのおいおいおいメガネのやつがキャラになってるのかな。はは、どこまで続くんでしょうか。単純に一生続ける系のゲームなのかなこれ。でってでってでてみや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 言うてんのかこれ猫が。ん、特に変わる様子はここだけむずい。あ、あ、あ、
特にでも変わる様子ないよね、なんも。おぉ。暇つぶしにはいいんかもしれねえ、このゲーム。ただタップするだけやけど。お、トゥトゥトゥ、ここだけ好き。ここのリズムだけ好き。やばい、60まで来てもうた。あはん。あ、慣れてくると。ただの耐久ゲームやな、これは。はいはい。はいはい。100まで頑張ろうか。とりあえず100まで。はははは。はは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 は100行きました。もう。もうええよね。どうやら終わりはなさそうです。ありがとうございました。あはん。で。で。顔色一つ変わらへん。で、またタバコ。ない、あ、なかったんか、タバコ。うん。うん。なんもねー。どうすんの？わ。あ。は？あ。は。ずっとここにいたら、完全に、存在してないことになっちゃうよ。てんてん。私は頑張ってるの、これでも。また誰かにメッセージ送ってみたら？それともパーティーに行く？うん、無理。でもこんなの良くないよ。てんてん。もう黙ってて。あら。私は目を閉じる。そしてあんたは消える。おぉ。ついに覚醒するのか？ん？外に出た？あら。怖。は？あ。距離取って。あいつと。おさらばできるのか？無表情が怖すぎる。うん。うん。あ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 。みっともないケツ。ん？何をちょこちょこ動いてんや。俺は特に何もボタン押してねえけど。ん？ポチッと。ええ。どうした？ん？ん？叫ぶつもりかい？あ、海に自らなんだ？どうすんだ？お、入ってた。お、これは自分の頭の中の世界的な感じでいいのかな。星いっぱい。ポン。何してんの。あー、あら。意外と綺麗な潜水スタイル。
あーなんか始まったよ。ちょっと、あ、さっきの猫タップした時と同じ感じでタップしたらあーこのお酒は、あー当たる当たる当たる、なんだこら、お酒よけて、なんか人もいるで、お酒、お魚、海藻、車、あいつか、あ、スマホで取れない、なんじゃこいつ、プン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 あ、サイモン、僕は君を救えたはずなのに、そんなこと言わないでへへ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 
一体どうしたんだ。ああ、何もおさんかったら滑ってく。あ、そして火事。俺は今までの、あ、いたねこいつ電動車椅子的なのに乗ってるやつ。あ、ブー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 、なんじゃこれ。ああ、あ、あなたはあからさまにここ通れ的な。はい、よかったかい。ブブ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 ブ、ああここ、ほほほほ、ちょっと大丈夫おい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 、通れるか、そこ通れるか。あ、あなたはエラーあったね。あはん、あ、危な、今なんかどっか通れそうやったけど、隠しルート、ほんほんほん、ほわん、あ、自分、ほわん、ちっちゃい自分、あ、いっぱいいるいっぱいいる、なんだこら、あーあー、いや、この絵描いてる人逆にすごいよな。大人やと逆にこういう絵のタッチって描くの難しいもんな。わあ。なんだい？地球？ん？そんな風じゃなくてもいいんだよ。お。そもそもあいつは何なんやろうね。自分の中の、ああ、もう一人的な感じなんかな。は。どうした？うん。うん。寝てたのか？まだいる。まだ怒ってる？少しね。あら。何も変わってないのか。またスマホ見て。誰や？アイベン？何か心配になってきたんだけど、全然メッセ返してこないし、何でもいいから、ちょっと連絡して。ちゃんと生きてるんだったらね。ごめん。アイベン。返信してない。ん？コーヒー、ワイン、何の話？え、前の、ん？最近どうしてる？グループワーク、あんたがいないからもう崩壊寸前、今学期はもう絶望、ドロップアウト。ん？ん？何の話してたん？わかんねえ。コーヒー？あ、そういうことか。明日とか。どうしてもは言い過ぎじゃない？会いたいぐらいでいいんじゃない？返事来ますかな？この夏のこともどうせすぐに忘れるんだろう。
あー、なんかうっすら海見えてるね。あ、消せる曇りを。シュ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 。秋の嵐のことも忘れたみたい。朝。冬の霜焼けの痛みも忘れたように。タバコ。プハー。それに地獄みたいな春の花粉も。なんだなんだ。いつかきっとマシになる。なんか締めくくりに入ってきてませんか。あ、いつかきっとマシになる。あ、いつかきっとマシになる。だよね。あ、レコード。あクリアしたようでございます。いやー、なかなかに変わったゲーム。あ、止めれる。レコード触ると止めれる。あ、逆？逆回転とかもあんの？うん、ふん。あー、いやー、変わったスタイルのゲームでございましたが、このストーリー、皆さんにはどう映りましたでしょうか？あー、なんか一人の、不女子みたいな感じの主人公を動かしつつ、自分の中身なんかもう一人の自分みたいなやつといろいろ対話というかいろいろしながら進めるゲームでございましたが、なかなかにね、考えさせられるゲームで、個人的には非常に面白かったです。一応まあパソコン版では1000円ぐらいするゲームではあるんですけれども、パソコン版の、まあ、Steam の方は翻訳がされてなくて、スイッチ版でね、2021年11月に日本語訳をされた上でリリースをされて、定価 Nintendo Switch なら390円で、ちょうど私が購入したこの時期は 30% オフで270円ということで、お手頃な価格でございますので、なんかこれマルチイベントでも、マルチイベント、マルチエンディングになってるのがちょっとわからないですけれども、かなり不安を体験するというような変わったテーマのゲームでございました。あはん、一通り終わりまして、特に何も触れないからメインメニュー、あ、戻ってきました。チャプターは、なんかいろいろあるね。あ、これまたスマホ画面的な感じになってるのか。す。ん？あ、結構なんか、いや、それぞれのパートを、チャプターをまたパートごとで区切ってるってことなんかな？と、マルチエンディング仕様なのかはわかりませんが。
なかなかに不安感覚にあふれたユニークなゲームでございました。モドールということで、スティールスタンド以上で完了。また別のゲームでお会いしましょう。それではまた。よろしくどうぞ。